101匹ワンちゃん大行進。それとですね、今この時間この瞬間このモニターを見ているのはあなただけです。今度はありえないんですよね、現実は。でもただ演出としてはこういう音の演出というのがありますね。誰にでも作れる。あなたにも面白い映画が作れる。映画を作ろうは玲子の今週の映画占いと、木野笠くんの映画制作の教科書の課外授業と、長峰秀樹のシネマトークパラダイスといったですね、盛りだくさんな内容で30分間お送りします。はい、はい、2月も入ってね、2月の誕生日ですわ、これから寒くなります。さらに寒くなるから、おうおう、結構11月とか12月の頭って暖かかったでしょ。そうですよね、結構暖かしましたね、もうこれ温暖化っていうのもあるんだろうけどね、これちょっとおかしな年になるんじゃないかなと思ってたよね。まあ冬らしくなってきましたんでね、まあ、まあ、みんな火星に行かないといけなくなってくるんですよ。火星に行くっていう、最後は火星、この本のね、あ、この本の中ね、中で火星に行くんですか。人工宗教が中で始めたのかと思って。あれですよ、あれの博士も言ってたんですよ、なんとかって博士いたでしょ、あの宇宙のことばっかり話してる、ホーキング。そう、ホーキング、ホーキングさんも、感性感じゃなくてホーキングさんも人類は火星に行かないといけないって言ってたんですよ。すげえ当たっちゃって、外したつもりがクソ性感だと思ったのにな、こっちに山張ったんだけどな、でも本当にこの僕の友達でね、この番組をね、なんかね、小型のこの、スマホ、テレビスマホみたいなのをお風呂に持ってて、お風呂で見てるんですって。でもこの季節でお風呂で入るっていいですよね、温まるとね、皆さんも風邪ひかないよね。そうです、もうだんだん寒くなってきて、私もお風呂2時間ぐらい入りますので。2時間入るんですか。もう夏はもう行水みたいなシャワーで朝入るんですけども、冬になったらもう寒いから夜に。2時間ぐらい、大変な2時間あったらクタクタになりますよ、逆に。寒くてね、出れないんですよ、温まらないと。お風呂で寝たらいいんじゃないですか。お風呂で死にますね一歩間違えば死にますね。お風呂でね、映画作ろうとか見たら2時間ちょっと入りながらできるよなとか思いながら、ちょっとセクシーすぎるかなとかって思ってお風呂の映画いいな、ちょっとやってみようかな。片方あと10年は言えますから、そういうセリフを言えました。ありがとうございます。ただ11年ぐらいはちょっと勘弁してください。もうちょっと峰富士子もやってましたからね。峰富士子なんか連載見たやつ入ってましたよ。放送されから40何年か変わってないじゃないですか。もう目指してますよ、本当に。みんなサザエさんだから目指せ宮崎美子。ああ、君に光って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 みたいなね。60になってもビキニは全然とりあえず痩せないといけない今日究極のテーマです。いや、みんな言うんですよね、これ。痩せろって言って痩せろ。あ、ダメだ、クソ。こういうもんですよね、みんなね。女の人ってこういうもんですよね。王子様に言われた。うわ。王子様やってきてあげて。どこにいるのか知らないけど。おじ様いてますよ、ここに。おじ様いますからね。おじ様います。おじ様たちはいます。真面目な話を、はい、今日は、はい。今日ですか、うん、今日はあなたはもう誰あるかの全部話し終わりましたので、うん、誰あるかのまとめとして、うんうん、あなたの1年はどうなるのか、はい、この節分の日にお話しさせていただきます。はい、はい、私の方はですね、まあ、機材の話続いてますが、次は音を取る機械、録音するマイクとかレコーダーとかの話をちょっとさせていただきます。あとカチンコの話もね、はい、ああいいですね、はい、シネマトークパラダイスはですね、まあ、先週までに続いてですね、ナンバージョイシネマの僕なんですけれども、うん、僕がなぜ映画館で仕事をしたくなったのか、5歳の時に決意したんですよ。そういった模様のお話をさせていただきます、うん、じゃあ行きましょうか、はい、では今週も用意スタート。ご機嫌いかがですか、長峰秀樹です。
シネマトークパラダイス。このコーナーではですね、映画の撮影現場のですね、まあ、熱いストーリーといいますか、それからですね、その撮影現場で生まれた完成された映画を上映する上映館、まあ、そういったですねお話をさせてもらってるんですが、5週にわたりですね、ナンバジョイシネマ、僕がですね20代の頃にですね初めてこの就職した映画館、このですねお話をさせていただいております。でですね、この今日は6週目にあるんですけども、もともと僕がなぜ映画館に勤めたいかというね、その人の原点のお話を勝手ながらさせていただきたいと思うんですけれども、はい、僕ですね5歳の時から映画を見始めたんですね。第1回配信の時のですね、Once Upon a Time in Hollywood でもお話ししましたけども、ロマン・ポランスキーの吸血鬼5歳の時に見て、シャロン・テイトのファンになってるわけなんですよね。まあ、それだけマセたガキだったんですけども、そういうマセたガキでもですね、やっぱアニメーション大好きなんですよ。でですね、当時大阪の梅田ですね、梅田にですね梅田シネマという映画館がありました。これはですね、梅田シネマがですね独自で作っている案内、パンフレットなんですね。まあ、これはですね1950年代のですね、キャロリード監督の第三の男という映画なんですけれども、この中にですね、OS って今でもあります、OS という会社あるんですね、シネラマの OS 劇場とかですね、当時もですね、あと千日前にスバルザという映画館がありました。これですね、あとですね神戸にですね阪急会館という映画館もあったんですね。でですね、この映画 のパンフレットの中にはですね、このですね梅田シネマというですね200席はある映画館、あるんですね。ちょうどですね現在の梅田 OS ホテルがですね跡地になってます。第3ビル第2ビル第1ビルってあるんですけど、道路を越えて向かい側にかつてあった劇場なんですけど、よく親に連れられてそこに映画を見に行ったわけなんですよ。で、5歳の時見た映画がですね、はい、これです。101匹ワンちゃん大行進、それとですね2本立てなんですね、エミールと探偵たちという実写なんですけども、この2本立てがねもう楽しくて楽しくて、皆さんこの101匹ワンちゃん大行進はご存知ですよね。ダルマシアンズというねこの家族、まあ最初は何十匹 の子供だったんですけれども、クロエラというねもうその犬のね皮でその自分のその服を作ったりとかね、そういう恐ろしい女がですね、こういうダルマシアンばっかりを誘拐して、で結局101匹なっちゃうっていうね、それでその脱出するっていうね、非常に楽しく面白い映画だったんです。僕この映画を見てる時にですね、ちょうどお母さんとお姉さんとですね3人で見たんですけども、満席でですね、まあ楽しくておにぎりを食べながら見たんですね。まあ、今まではちょっとね映画館もですね持ち込みはダメっていうのもあるんですけども、当時はですね持ち込み OK だったんで、おにぎりとお茶持ってね中でねご飯食べながらねこの映画楽しんだんですよ。しかも楽しくて、子供さんらがもうやっぱり同世代の子供さんたちが笑う、その笑いの渦の中にですねお客が一体化してるんです。この楽しいこの映画館、こんな映画館で僕は将来勤めたいと、なんと5歳の時に僕は映画館に勤める、そういう決意をしたんです。それがなんとですね101匹ワンちゃん大行進、これがきっかけだったわけなんですね。まあ、そういった形でですね、僕もですね東宝の映画館とか東映松竹の、2番館であるとかで、ね、そういった映画館に勤めましてね、アルバイトでやってたんですけども、まあこのナンバジョイシネマに就職しましてね、やっぱりその初心はあるんですよ。101匹ワンちゃん大行進みたいな映画をかけたいと、そういう映画館に勤めるんだという夢はあったんです。しかし現実は違ったんですね。現実はですね、もうオープニングからですね、アメリカと北朝鮮の合作映画というね、まあ、こういう映画をですね、まあ、かけるというね、まあ、そういう、現実はこんなもんなんだなと思いました。ところがですね、僕ね、夢は捨てなかったんですね。今はこうかもわからないけど、きっと自分の好きな映画をかけれる、そんな映画館になるんじゃないか。それが10年経つかもわからない、20年経つかもわからない、そんなことでですね一生懸命僕は映画館で仕事をしました。まあ、そういった最中にですね、あるアニメーションの映画がですねナンバージョイシネマでかかることになったんですね。それがですね、はい、リトルマーメイドという映画なんですね。これはですね何度も映画館で上映してましてね、ファンの方もですね多いと思うんですけども、B 級映画ばかりかけてた映画館がなんでナンバージョイシネマでかかったのか、まあ、実はこれ事情がありましてね、事情というか当時はですね現在のようなブエナビスタディズニープロという会社が日本支社が
一時期なかったんですよ。昔あったんですよ、ベーナビスタというあのディズニーの映画とかですね、あの水の中の小さな太陽とかね、それからひまわりというね、ソフィア・レルの映画もですね配給して日本で公開したあの会社はあったんですけども、僕がナンバージョイシネマにいてるときはなかった。どこが配給したかというと、例えば東宝で配給されたりとか、東映で配給されたりして、各漫画と一緒にこうつなぎ合わせて、あの東宝チャンピオン祭りとか東映漫画祭りの中にそういったあのディズニーの映画が入ってるっていう、そういう時代もあったんですが、この当時はですね、ワーナーブラザース、はい、マトリックスのワーナーブラザースがですねディズニーの映画を配給してたわけなんです。でですね、元より今は大劇場で上映されているこのディズニー映画、当時はですねやっぱりね、各小さな映画館でかけることで興行を成すという、こういう宣伝作戦に終わりました。88席のナンバージョイシネマ、リトルマーメイドをかけることになったわけなんですよ。でその他ですね、テアトル梅田ですね、現在も営業しております。またですね、天王寺にですね、天王寺ステーションシネマというですね、普段は300円で名画を見せるっていう映画館、ここでも封切りとして上映をしました。この映画、そんな形でですね、まあ、B 級映画ばっかりかけてる映画館がですね、珍しくかけ始めたわけですよね、この、リトルマーメイドでですね。ただですね、このディズニーの映画っていうのは新作の映画と古い映画をかけるんですよ。これが式なんです、2本立てでね。で古い映画っていうのはもちろんアニメで日本語版、これ決定されてるわけなんですよね。前年にはですね、オリバーっていうね、猫ちゃん の映画をかけてましてね、その猫ちゃんの映画の平映画、古い白雪姫なんですよ。でこのリトルマーメイドにも当然古い映画がかかるっていう、何がかかったか、なんと101匹ワンちゃん大行進だったんですよ。これはね、僕と思いましたね。自分が夢に思ってた映画館が、自分がこれ就職して3年も経たんうちにそこでかかるんですね。しかもやっぱ時代なんですね、当時はですね、101匹ワンちゃん大行進という題名がですね、やっぱ時代なんで、大行進ってちょっと大げさなんじゃないかということで、101匹ワンちゃんという題名になりました。まあこれはね、僕ねびっくりしてね、もう本当に頑張ってきてよかったなっていう気持ちあったんですけども、この上映の時にですね、場内入りますとね、やっぱりね子供たちがね、もう本当にこの映画を見て楽しんで笑いが起こるわけなんですよね。で普段はですね、B 級映画をかけてる時はですね、男の足の臭い匂いとかがもう場内に立ち込めてるんですけど、もう子供たちが映画見てたらね、チューインガムの匂いがするんですよ。そういう中でね、子供たちが親御さんに連れられて映画を見てる、僕ねもう胸がいっぱいになって、この席に自分がいてたんだって、改めて5歳の時の16年前の自分を思い出したんですね。もう涙が止まらずにね、これ夢っていうのはね、本当にこう自分で叶えるんだっていう気持ちを持って頑張れば叶うんだということ、それをですね、この101匹ワンちゃんは教えてくれたんですね。まあ、そういった形でですね、やっぱ夢を持たないと映画に関われない、また夢を持った人じゃないと映画を見ても楽しめないんです。これが僕は映画の夢の原則ではないかというふうに思います。はい、映画館のお話ですね、来週も続きます。まあ、そういった形なんですが、大変ですね、私ごとで何なんですけども、こちらの方のですね、ホールといいますか、お話をさせていただいているところは、第1回のですね、配信からですね、プロジェクトコアさんなんですが、実はですね、僕毎週水曜日がちょっと仕事が入ってしまってですね、次回からは自分の家、映画部屋でですね、お話をさせていただくことになりました。まあ映画部屋ですから、いろんな材料がありますが、わざわざここまで持ってこなくてもですね、もうこういう形でこう取ってこう皆さんにお見せすることができると思いますんで、また新生、シネマパラダイスということでですね、来週からまたお楽しみいただければと思います。本日はありがとうございました。はい、今週のレイコの映画占いです。さあ、ダイアルガナ22枚の説明を今までしてきて、一応すべて、説明させていただきました。それでは今週はダイアルガナを記念しまして、今年のあなたはどうなるのかというのを、と2月ですけれども占いさせていただきます。旧暦では2月からっていうのが今年になります。一つの説明になっていますね。ですから今年の2月から来年の2月まで、今年のあなたの運命
あなたの中に起こることっていうのを占っています。見ます。今この時間、この瞬間、このモニターを見ているのはあなただけです。そのあなたのために占いをさせていただきます。あなたの今年のあなただけの運命、さあどうなるのでしょうか。第一に、今年のあなたとして一つの仕事が成功します。一つの仕事が成功して、まあ何らかしかの地位を築けるというカードが出てきます。仕事は総合的に成功というカードが出ましたね、うん、で、待ち人、例えばパートナーという意味では、ちょっとご自身の仕事が一生懸命になりすぎて、パートナーとの時間とか思いやりとかに欠けてるところがありますね。だからそこにちょっと意識を向けて、もう少し思いやりを持つこと、うん、もしくは、相手の、うん、いない人は今あのパートナーのことにエネルギーを注ぐよりも仕事のことにエネルギーを注いだ方がいいんじゃないかなというカードが出ています。なぜかというと、あなたのパーソナリティ、自己のカードにこれですね、あの女教皇のカードが出ています。これは勉強だとかそういうカードですので、受容性のカードですので、今はご自身のための勉強だとか修行の時、そんなことをカードは言ってますね。なかなか叶わなかったなって思ってたこの夢のスターのカードね、カードが少しずつ今年は実現に向いていきます。なぜなら一つ、そうですね、あなたに知恵を貸してくれるのは少し目上の人、先生のような存在、そういう存在があなたを導いてくれるというふうに出ていますよ。そしてあのこれ生命エネルギーのカードが子供の場所に出て、家庭のカードにも出て、場所にも出ていますね。例えば子供が欲しい人だったら、あの子供の誕生だとか、あとはまあ生命エネルギーですね、あのご自身の希望、ご自身の希望がふつふつと湧き立ってくる、そんなカードが出ています。うん、ただちょっと健康状態には気をつけてくださいね。死神が出ていますので、あの検査をちゃんと行って、悪いところをちゃんと治す、うん、これがちょっと仕事のしすぎだとか疲れ気味っていうところに出てきますので、ストレスによる、自分の健康、うん、ちょっとガタが来るところ注意してください。それさえ注意すれば、あなたはこの先この1年を乗り越える、知恵も道具も頭脳も持ち合わせて、アイデアも持ち合わせています、うん、あなたは十分に実力を持った状態でそれを成し遂げていくだけというカードになっていますね。あとはややこしい人間関係ですか、ちょっとありますね。人間関係でややこしいとこ、めんどくさがらずにね、あのそういうところにもちょっと時間をかけて、なるべく新しいややこしい人間関係は結ばない方がいいです。どちらかというと切り捨てた方がいいですね。あとは今年は外に出て新しい人間関係を増やすというよりはいいんじゃ、これが12のハウスに出ていますので、あインターネットの中だとかね、そういうプライベート空間に月がありますね。一人で何かを調べ事をしたりするところにひらめきだとか、あのチャンスが待っていますというふうに出ています。で、先ほど健康に注意と言いましたけど、おおむね大きな病気っていうのはないですので、あのその辺は安心して行っていってくださったら、どうかなと思います。あともう一つは、そうですね、あまりね行動範囲を広げない方がいいんですね。今年新しい遠いところ、遠い国だとかね、表の見ない新しいことを進めるよりは、今までのプロジェクト、今まで進めてきたことっていうのを成熟するために全精力を注ぐことが成功につながります。まあ一つのことを成し遂げて成功するというカードが出ていますので、今まで計画していたこと、続けてきたことっていうのは一つの成果を帯びて、仲間と一緒に成功する、そういうか強いカードが
今出ています。ですので今言った細かいことに注意すれば、あの今年はそういった一つの目標を達成するという意味で大きな大きな一年になるのじゃないでしょうかですね。これが、今まで説明したダイアルカナ全てで占わしたあなたの占いでした。レイコの今週の映画占いでした。キムス君の映画制作の教科書の課題授業皆さん、はあ、まあね、50半ば過ぎてこんなことやっておりますが、はいはい、今日もやってまいりましょう、授業でございます。はい、そうです、まあまあ、前回大体照明の機械で、大体照明の機械に設定する、でまあ今日は機械の話が続きますから、まあまあちょっとまあざらっと流しておいてください。でこんなのはあの機械買う時にまたカタログ見比べたりとかいろんなことをやったりして覚えていきゃいいんですけど、ただまあ宣伝が多いのでね、まあ、基礎的な知識は持っておいた方がいいと思います。前言ったスタビライザーって むっちゃいい絵撮れそうに宣伝してるので、三脚よりもスタビライザーの方がいいかなと思うんだけど、三脚の方がいいよっていうのはちょっと覚えておいた方がいいと思います。その辺 の違いね、目的が違うということをね、はい、じゃあ今日は何をやるかと、前録音する、映像を撮る機械カメラですね、それから照明する機械やってきたんで、今日は録音する機械、音を撮る機械です。トーキーという映画が、まあ、始まってもう、1900、まあ、戦前からですからね、もうだから100年近くなりつつあるわけですね。80年とか90年、まあ、トーキーの映画になってもジャズシンガーから始まって、はいはい、なんですけれども、まあ、基本的に映画っていうのはサイレントから始まっております。映像のもので、で演出も基本的にはサイレント時代の演出がいまだに基礎になっています。ただしトーキーが出てからこの音で表現するってことも多くなってきました。ありえない音とか、実はよく映画見てるとありえない音の使い方してるのがほとんどでございます。映ってないのに音だけ聞こえるとかね、はい、次のシーンの音が先に入ってくるとかね、前の人が会話しているところにガシャーンバシャーンとなんか音があって、次のシーンあると車がぶつかってるとか、こんなんありえないんですよね、現実では。でもただ演出としてはこういう音の演出というのがありますね。で音っていうのはまあ、基本的に映画の音で現場で収録するのはほとんどがセリフというやつが多くなります。はい、現場でその他の効果音とかね、そういう音は例えば車が後ろを走ってブーンって音とかは、そんなのは大概後から作りますね。はい、その現場で収録することはよほどこだわっ、そういうことにこだわる映画じゃないとないです。でただしこのリップシンクっていうんですけど、こうしゃべ、私喋ってますよね、これ今素晴らしくて何もせずもリップシンクって、この喋ってる口の動きとぴったり合った声が出てるわけですよね。でこれはやっぱりその喋ってる時に撮るっていうのが一番リップシンクしやすいと。もちろんこうじゃなくてアフターレコーディングといって、アフレコってやつで後から声だけつけるっていう手法もあるんですけれども、まあ現場でそのセリフを撮るっていうのが、まあ一番録音さんがよくやることでございます。セリフを取るということですね。セリフってなかったら人の声ですよね。はい、で人の声取るのはどうするかっていう話です。で、まあ、これ今から喋るのはこの本のテイク19に書いたんですけども、まあ、そのための機械何があるかっていうことですよね。でもちろんマイクですよね。でマイク、カラオケのマイクで、まあ、皆さん一番見ることが多いと思うんですけどね。ただ映画の場合ね、ここにマイク置いてたら、画面に映っちゃうじゃないですか、こんなところにマイク置いたらわーっとかなってね。なので、ここにマイク映ってますよね。これも実はマイクでございます。ただこれはちょっと普通のカラオケのマイクとは少し違う形をしてて、これはまあ、ビデオ用のちっちゃなマイクなんですけれどもね、これ何かっていうと、ガンマイクの一種類なんですね。ガンマイクでカラオケのマイクでなんでここで喋るかというと、他の周りのガヤガヤや拍手とかマイクで入らないように口に近づけるわけです。そうすると口の音は大きくて、他のワーワー言ってる声がちっちゃくなるので、口の音だけ捉えることができると。
ただしこれを話しちゃうと前でワヤワヤ言ってる声と歌ってる声が変わらなくなっちゃうので、そうするとハウリングというあの周りの音が入っちゃって、またそれがスピーカーが出て、またそのスピーカーの音をマイクが拾ってて、ビーンってなることあるじゃないですか。あれそういう状態です。で、例えば映画のマイクで話すじゃないですか。そうすると車が走ったり、普通のロケしてたら、まあ、冷蔵庫の音がしたり、横で話してたり、遠くでなんか子供が遊んでる声がしたりって全部入っちゃうわけですよね。で、その中でセリフがあるので、どれがセリフなんだかわからないという状態によくなります。で、どうするかっていうのは、普通のマイク、まあ、カラオケマイクで、まあ、半分ぐらいあるのは、全部の方向マイクがあった、この周りの音全部取るってマイクがあるんですよね。で、カラオケのマイクで一部にはこの前の方だけ取る、カラオケのこうマイクがあった、この前の方だけ取るっていうね、こういう取り方、後ろ回ると音が聞こえなくなるんですよね、こういうマイクはね。で、カラオケマイクはその点なんですけど、映画で使うガンマイクってこれが激しいんですよね。このマイクで、今これが多分このモードにしてて、普通のマイクぐらいの音の拾い方、周り静かなんで、そういう風にしてね、これもう一段ここにスイッチがあって、これやるとこういうところしか聞こえなくなります。ちょっとやってみましょう。ちょっとガサガサ、すみません、編集の方はい、今ここ前で喋ってます。あ、聞こえない、はいはい、こうやって音ちっちゃい、あ、ブーってなっちゃってる、あ、じゃあごめんなさい、この実験、ブーってなる、やっぱりなります、あ、なるブーってなる、なってる、はい、じゃあやめときます。どうもちょっと相性悪いみたいで、ガンマイクモードがちょっと良くないみたいなんで、このマイク、はい、じゃあこのままいきます。今ここで喋って、じゃあこれでやりましょうか。ガンマイクモードじゃないけど、指向性っていうのをちょっと体験してもらいます。今このマイクの前で喋ってます。このマイクは前の方だけ撮るマイクでございます。はい。ここは編集しといてくださいね。はい。じゃあ、ちょっと、もうごめんなさい。編集ポイント作る。編集しといてください。はい。はい、ここからマイクの指向性の、はいはい、実験します。はい。このマイクは前の方だけ撮るマイクです。後ろの方の音はあんまり撮れないようになってます。今こう前で喋っております。声がきれいに入ってますよね。で、あ。これだいぶちっちゃくなってると思います。はい。っていうのは、まあ、これは今ここ普通の場所なんで、これが反射したりして、向こうからも少し入ってるんですけど、後ろの方の音はあんまり直接入ってる音は取れなくなる。で、これ前にすると、前の方は声がよく聞こえるという状態ですね。で、ちょっとカラオケのマイクの半分ぐらいはこんなマイクになってます。全部取れるやつとこのマイクとかありますね。で、ガンマイクっていうのは、映画のガンマイクはこれがもっと激しいんで、横へ行くともう取れなくなるっていうマイクがあります。で、これもじゃあまあその種類なんですけど、まあ、そのモードにしちゃうとちょっと今のカメラと相性悪くてうまく出ないみたいなんで、今こうやって喋りますね。で、横になると。で、取れるのはここだけ、こういう範囲だけが取れるということです。そうすると周りで話してる声とか車のとか取れないという、逆に言うとね。で、喋ってる人の口元にさえ向けてればその人の声だけが大きく取れるというマイクがあります。これガンマイクというやつでございますね。このガンマイクはピンキーでございまして、10年ほど前まではゼンハイザーの何万だったかな、有名なマイクがありました。これがだいたい50万ぐらいするマイクでございます。取材とかでこういうのをテレビ局とかみんな使ってたやつですね。これがもう定番だけど、今ロードとかいろんなメーカーが出てきて、まあ、近いようなマイクがいっぱい出てきたり、新しい新興メーカーで安いマイクもいいマイクもあって、やっぱりそうですね、この間私が買ったというか、うん、まあ、買ったやつですね、あれ7万ぐらい、7万か8万かしたマイクで、これだからそう、ノイズを取らないためにそんだけお金かけなきゃいけないって話になってきますよね。はい、そういうことでガンマイクがあります。で、ガンマイクにもここに風が吹かれるとボーって音するじゃないですか。そう、邪魔するこのスポンジ、今ここに ついてるスポンジはそういう意味なんです。これスポンジに、あとはそのモフモフというかファーというやつですね。毛がいっぱいついてるカバーがあって、それをやるともっと風が防げると。で、もっとするとカゴみたいなの、よく大きな映画でこのカゴみたいなやつをこう差し出して吊るしてるじゃないですか。あれはカゴに
風の音を吸収させちゃうっていう、風のエネルギーを吸収させて、あの風が吹かれても音がしないっていうやつですね。あとワイヤレスマイクとかいうのもあります。これ仕込み用のマイクで、ここの中に仕込んでるマイクとかね。で、そういうものが、そういう機械があります。それから、あとは必要なのはもう一つはレコーダーですね。カメラで音を取るというのもあるんですけれども、実はカメラの音機能が弱いのもあって、あの綺麗に音を取ると、で2チャンネルしか取れなかった、チャンネル数も制限があるので、あの人それぞれに1チャンネルずつ取っといて、後でミックスするんだっていうような時に、あのレコーダーっていうのを持っていきます。これ4チャンネルとか8チャンネルとか、まあステレオのもあります。で昔は名倉テープレコーダーっていう定番があって、これがあのスイスの名倉社が作ってたオープンリーのテープレコーダー、もう映画は全部これだった世界中。ただ今はもうデジタルになってから、いろんなメーカーがいろんなものを出してます。もちろんそれのミキサーがついてるやつもあるし、あのミキサーっていうのはあの音をミックスする機械なんですけどね、あのレコーダーについてるのもあるし、もちろん別に持ってったりするのもあります。別のもある。でもちろんこれ、あの皆さん、あのカチンコってあるじゃないですか。これ何する、カチンコって何であるのかっていうと、あれあのカチンってあるじゃないですか。でこの絵とこの音がカチンってなった瞬間の音を後で別々に撮ってる場合は、これで合わせるんですよ、絵と音を。そうするとここが合ってたら、この後話してるのが全部合うという。でこれがあの喋ってるのに、あの口合わせてやってたら延々時間かかるので、編集の時に楽するためにこれカチンってやっとくわけです。はい、そういうのがカチンコで、まあ、まあこんな機材、録音機材はこんなことがあります。おお、また伸びてしまった、10分です、申し訳ない。ではまた来週。はい、101匹ワンちゃんね、ディズニー映画ちっちゃい頃私も見てね、すごい素敵な、101匹ワンちゃんも見たし、シンデレラとかね、白雪姫とか見て、しばらくディズニー映画ね見れなかったですけどね、あのなんかもう懐かしかったのになっていう思い出だったのが、またね再会して見れるようになって、はいだってね、もうすごく嬉しかったですね。まあ僕の今日の話ではちょっと本当はありえない話なんだけど、本当に夢っていうのはね、自分が本当にあの念じるって言われるんですけどね、願ってで頑張れば絶対叶うのね、うんうん、まあ、あの夢というものをね、うん、持ってる人がやっぱ映画を楽しめるとかね、まあ、こういう話をね今日はねあのさせていただいたんですけど、でも実は来週から何話すかちょっと考えてないんですよ、ちょっとからちょっとまあ考えさせていただいて、またまた、ね、いやいや、でもあの監督のね、はい、このあれあの機材とかね、録音の話、まあ、これまだ続きますよね。まだちょっと続きますね、この機械とかこのオートメーションとかもこういう話っていうのはやっぱりね、うん、やっぱり人それぞれの見方も違うと思うんだけど、何を選んで撮るかっていうのね、そういう選択に関してはやっぱりすごく勉強になる話なんだよね。だからあの映画ってね、言ってしまえば文明が生み出したものなんで、私昔からあの夢を見るための機会って思ってるんですよね。そうでした、うん、そうそう、だからそう考えるとね、なんかあの私たちの文明とか科学とかも捨てたもんじゃねえ、ねえぜとは思ったりもする、うん、映画のことを考えると、はい、ですよね、はい、あ、それからね、あの、すみません、あの今日を持ってね、うん、あのやめるんじゃないですよ、今日を持ってちょっとコアさん、このプロジェクトコアさんで撮影するのがね、うん、ちょっと僕水曜日がやばい、うん、あの僕のコーナーと、うん、あのエンディング、オープニングはですね、うん、あの僕のですね重層にあります、うん、あの映画部屋であるんですよ、もういっぱい映画部屋ありますからね、もうそこでちょっとお話をさせていただくということで、よろしくお願いします、当面よろしくお願いします。はい、じゃあじゃあではそろそろあのエンディングで終わっていきましょうか、はい、はい、いつもの決まり事を、はい、それでは銀幕の彼方からさよならだけが人生さ、あなたの住む街へ、さよなら、バイバイ、元気でね、またね。